ど、まあ家庭で使うんだったらね、1600なんかいらないですんで、まあ、1000プロもあれば十分で、ですね、電気プロ1000で、これ100ボルトでも200ボルトでも動くんで、はい、これ普通に100ボルトから電気まとってます。まあ1キロなんで、まあ、10アンペア11アンペアぐらいなのかな、多分ですね。見てくださいこれ、これ長尺リール対応です。6000フィートまでかけられますんで、でこんな形になってるんですね。送りが後ろ、手前がまあ1人で、長尺リールかけられます。まあちょっと長尺6000フィートリール持ってるんですけど、ちょっと持ってこなかったんで、今ちょっとないんでね、普通のリールで、しかもあえてね長尺にせずやってますけど、まあまあ一回ねこれ試したかったんすよっていうのもあれですけど、見てください、もう無駄にじゃないです、必要なんですけど、超インターロックまあ参考でね、締め込んでやってた方は分かるか分かんないですけど、インターロック感すごくないですか、これローラーでひたすらねフィルムの向き変えてってるんですよね。まあそりゃそうかっていう話なんですけど、後ろからこっちにしなきゃないんですよね。だから後ろから出たフィルムをこの手前側でちょっとずつね手前に持ってくるようにずらしてるんですね。まあ3号とかだとね、上のところで横に走らせてっていうのはありますけど、16ミリでやってるんですよね、それをね。で、これのこの機械の優れてるのかな、まあまあ優れてるというか他にないところは、このインタースポケットですよね。35ミリでは当たり前ですけど、16ミリではまあ珍しいですね。16ミリはだいたいここゲートのところに書き詰めがあって、ここでフィルムを1個までずつ送るんですよね。なんですけど、この AT はここに完結ソロケットを採用したっていうね。ただこのプロ1000と、同等のものでプロ1010とか、1610だったかな、これは完結じゃないのもあります。完結じゃなくて普通に書き詰めで、フィルムを送る方式のものも、当時同時に発売されてますね。割とねそっちも出たみたいで、やっぱり長尺がかけられるっていうのは移動映写するところが大きかったでしょうからね。で、まあちょっと家で見るとやっぱり結構ガタイ大きいんですよ。普通の16ミリの、ハロゲンだとか、まあキセノンでも300ワットクラスとかに比べるとやっぱり大きいですね。実際写真で見るのと、は違います。結構家に持ってくると大きいです。ただこれはね一度は手に入れておきたかった映写機の一つですね。まあこれがあればまあ最悪得るもの XP750 とかLM1000 とかあの辺はまあまあまあなくてもまあもういいかなみたいなね。でまあランプはここである程度加減できるのと、フルハーフもここで、できますね。でこれドーサーです。まあ、ダウザー、
ね、こうやって。あと、モーターと、アンプ。で、1600の方だと、ここにワインダーがあって、巻き戻しも、この映写機上でできる。で、一応この線も、そのボタンは、ないんですけど、一応ね、一応これアームが付属はしてるんですよ。ちょっとね、売っていただいた方に聞いたら、いや、できんのかなって話もあったんですけど、確かに僕もそう思うんですけど、巻き取りはここに、アームをつけて、これ、この、そのためにあるんですよね、このネジね。これ下に突き抜けてるんですよ。ここにつけるんですよ、アームを。こうやって。で、まあ、こっからこっちへ巻き取るみたいな。巻き取る感じで巻き戻すみたいな、ことをやります。こんな感じの映写機ですね。これ、まあよく当時、エイキーさん、これ開発したなって、まあやっぱ当時はね、色映写も当たり前でしたから、やっぱりエネルギーあったんですよね。なんとかコンパクトな、かつね、映写機で、さらに6000フィートかけられる。なんかこう、やっぱり巡回の方からお願いされたのかな。そういうのできないみたいなね、あったのかもしれないですけどね。こういう映写機がありました、ご紹介ですけど、なかなかこの映写機どうなのかな、海外もそんなに出てないのかな。海外の人もこの動画を上げてる人は見ないですね。だからそんなにやっぱり、まあ、国内ではね出たのかわかんないですけど、海外にはそんな出なかったのかもわからんですね。出なかったというか、まあ、出ても残ってないとかね、いうことなのかなと思います。結構ね、まあ、しっかりしてるんですよ。でここちゃんとペンショナーになってるのと、ここに多分これがね、こっちの巻き取りリールの回転をちょっとある程度やってるのかな。今多分尺が小さいリール使ってるんで、まあ、いっぱい上がってるのかな。まあ、一応説明書もあるんですけどね、英語だけど。これ珍しいっすよね、この映写機ね。まあ、そこそこ使われてきたのかな、ちょっとね、傷んでるっていうか、まあ、だいぶね、塗装が剥げてるのと、
だいぶね、このフィルムもアセテートプリントなんで、ちょっとね、だいぶよれてるんですよね。見るとね、だいぶ波打ちますよね、フィルムがね。はい。まあ、そんな、この映写機があったんで、ちょっと動画にしてみました。まあ、あんまりこれ、珍しいんじゃないかなと思って。珍しくなかったらごめんなさい。まあ、普通にあるよって言うんだったらごめんなさいね。僕がその辺は知識不足なだけかもしれない。まあこの時代だからこそちょっとね動画にする価値もあるかなと思って、まあちょっとできるだけメンテしてね、これ大事に使っていこうかなと思います。この写機はいいですわ。ちょっとやっぱりね、重いけどね、でかいだけあって重いけどね、それでもねコンパクトだと思います。これはよくできている映写機だと思います。はい、これ A 機のプロ1000の、ご紹介でした。以上です。